はい、こんにちは、カズです。今日は IK シリーズ使ってみたいと思います。はい、今日の動画はですね、ずっと欲しかったんだけどなかなか手が出なくてですね、今回ですね、あのソフト99の、パーフェクトホームさん、このチャンネルねやり始めた頃からお世話になっておりますパーフェクトホームさんがですね、ついにぶっ壊れましたついにねぶっ壊れたんですよ。あの、カカカカってやるとさ、横からね泡がねブク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 ってね漏れるようになってきちゃって、ついにねお亡くなりになったんで、それを機にね買ったの IK フォームプロ2ってやつね。これね、いろいろあるから気をつけてね。 IK フォームプロ2ってやつとか IK マルチなんとかとかってのもあるんだけど、IK フォームってフォームってつかないと泡出ないから、そこ間違わないでね、間違って買っちゃってね、これ泡出ねえじゃねえかよっていう人結構いたりするんだけど、うん、IK フォームプロ2っていうやつを買ってください。それがまずね、こちらね、これ IK フォームプロ2、これ買ったの。買ったらさ、急にさ、IK フォームプロ2プラスとかってのがさ、出やがったの。あったまきたからさ、買った。こっち、IK フォームプロ2プラス。何が違うのか。ね、これ見た目一緒や。一緒。一緒ね。一緒。あ、でもこっち見たらちょっと違う。なんかついてる。なんかついてるね。そう、IK フォームプロ2プラスは、エアコンプレッサーで空気入れれんの。へえ。こっちは手動のみなの、うん、旧製品はね、うん、でも新製品はここからエアが入れれんの。そこがねちょっと便利になっておりますということなんですね。じゃあお値段はっていうとね、 IK フォームこっち、もうめんどくさい、こっち、ね、2の方価格がね、 Amazon 調べ8980円、たっけたっけ、高いね、うん、で2プラス、2プラスなんとアマゾン調べ、うん、7700円。なんでなんで1000円くらい違う。なんでそう、1000円くらい、1000円以上違うの。新商品の方が安いの。なんでなんで、ほんと腹立つっわ、ほんとにね、うん、だったらこっち2つ買ったわほんとにっていう感じ。じゃあちょっと実際どんな機能がついてるのかご紹介していきましょう、うん。2も2プラスもここがついてる以外は変わらないので、うん、2プラスでね説明していこうと思う、うんはい、まずね圧力をためるのはこれね、これで何回か壊れして圧力をしっかり入れていくと。で総容量は 1.9 リッターでもね、入れれる水の量は 1.25 リッターじゃないと圧がさかかる分があるでしょ。そういうこと。そうだから 1.25 リッターまで実容量はあるんだけど、圧をかける部分までがあるから総容量は 1.9 だけど実際に入れるのは 1.25 リッター。へー。で 1.25 リッター入れた時のポンプの回数は15回ぐらい。あ、意外と少ない、ね、そう、意外と少ないの。あ、パーフェクトフォームさんは50回だったから、いっぱいやった ね。そう、50回やっても物足りなくて100回とかやったから、うん、やってた、ね、だからこれ相当だから少なくて済むかな、うんうんうん、でこれにかけられる圧力は 43.5psi っていう圧力、それ以上はかけないでくださいねって説明書に書いてある、うん、でそれ以上かけちゃうと多分ね、かけたことないから分かんないけど、うん、これがね、うん、これ安全弁になってんの。へー、うん、多分これがね開くんだと思う。本当に、うん、いやちょっとやって壊すの嫌だからさやんないけど、うん、でこれ以上かかるとその安全弁が、うん、からあの空気が出ますって書いてはいたから、うんうん、これが安全弁で、まあ、使い終わる時も中にまだ圧力が残ってたりすると、うん、開けた時にプシャッとなるから、あ、こっから一回圧抜いて、うん、抜いてからこれを回すと。そうなんだ、うん、圧抜かないで開けてみ、うん、そうしたらこれプシャッとなるから楽しそうじゃん、ね、そしてこの赤いボタン、うん、これがロックね。ああ、押せなくなる、押せなくなるやつ、うん、でこれを合わせると押せるようになる、うんうん、それとね付属品がねついてるの。ほう、うん、通常はこの内部のねホースにくっついてるのがこれグレーのやつがついてるのね。これが通常の泡なの、標準フォーム、うん、でグリーン、うん、こいつがドライフォームの方の、これに付け替えると少し水分量が少ない泡が出る、うんうん、でオレンジに変えるとウェットフォームっていうのになって、少しそう水が多い、ちょっとシャバシャバ系の泡が
出るようになってる、うんうん、でまあそれは好みだからさ、うん、まあ、使う人の好みによって付け替えましょうと。で付け替えた時に自分が今何使ってるかが分かんなくなる、うん、ドライだったっけ、ウェットだっけ、はたまたグレーだっけってなるじゃん、うん、その時に分かるようにここにこうやって付くようになってるの。へえ、うん、今グリーン使ってますよとかオレンジ使ってますよって、うん、何もついてない時はグレーですよっていうふうになってる、うんうん、そのための付属品ね、まあ、多分俺はねグレーで使うからこれ多分使うことないと思うんだけど、うん、まあ、こういうねちょっとね便利なねものが付いてます、はい、これ付属品ね。でそうそう、IK フォームプロ2プラスには日本語の説明書がついてた。他のはついてないの？あのね2の方は買ったところにもよるのかもしれないんだけど、うん、ついてなかった、うん、でこれね A トレードっていうところの、Amazon から買ったんだけど、そこから買った際には、日本語の説明書とついてた、うん、でも保証書みたいなのもついてるから、うんうん、まあ、ちょっと安心かな。そうね、うん、日本語でちゃんと説明書もあるからいいんじゃないかな、そこから買った方がね。うん、うん、はい、そう、まあ IK フォームプロについてはこんな感じかな。はい、はい、はい、そしてねもう一つ、もう一種類ねちょっと買ってみたのが、うん、これ IK マルチ TR1 っていうやつね、うん、まあ要はスプレーボトルなんだよね、うん、豪華な、うん、めっちゃ豪華なスプレーボトル。そうだね、うん、お値段がまたまたアマゾン調べでございまして、うん、1980円。意外と高くなかった。あ、本当？うん、2000円もすんだってこれ。2000円しそうじゃん。まあ、そうしそうだな、うんうん、ちなみにこれ100均、うん、100円そう、そう100円100均のやつのにちょっとシール貼ったな、作ってシール貼った、うんうん、やっぱ全然違うよね、うんうん、ちなみにもっと言うとこれも100均なのね、うん、これねなんかねいろいろケミカルを入れちゃうとねやっぱね溶剤に負けるの、うん、きっとね。そう捨てな、そう捨てな、今回ねこのためにちょっと取っといた。あ、そうなんだ。この説明がしたくて取っといたそう溶剤に負けるの、うん、うん、だからねまあ一時的に使うのはいいんだけど、うん、やっぱ長いことをこう洗車で使おうと思ったらこっちのねちゃんとしたやつの方が便利かもね。じゃあちょっとこれ説明していきますね。これ溶剤を入れてもいいというか説明書、使えるねものが書いてます。こっちの TR1 だから油とか石油関係は使えない。だけど酸だとか酸性のもの、アルカリ性のもの、うん、そしてアルコールに関しては何を入れても大丈夫、うん、逆に、まあ、他にねこっちのね HCTR1 ってのもあるんだな。こっちは逆に石油関係を入れて OK だけど、うん、酸は入れちゃダメと。まあ洗車の場合石油関係を入れることはないので、大体こっちの TR1、 あのマルチ TR1、 これを使えば大体 OK だと思います、うん、はい、はい、でこれのまた良いところはね裏側、こっちを持ってね、こっちの裏側にねなんかねこうラベルみたいのがねかけるとこがあるんだよ。だからここにね何を入れてるかっていうのをかける、これ便利ね。まあゆくゆくはねうちのチャンネルでさ、ここにあるほらあのバケツのシール作ったじゃんね、バケツステッカー作ったじゃん。作った。なんかボトルステッカーも作るかってさ話をしてたけどさ、そうね、 あとは春の気分次第だなそうね、あ春が作ってくれるかどうかだ。貼りたくない人は後ろのとこにはめとく。そうそうそう、貼りたくない人はこの後ろの人にさ、あこのこれあこのサイズで作るか、そうだな、このサイズ作ったらこれも貼れるもんな。ちょうどいいいいね、あこのサイズで作ろう、うん、そしたらこれスポット入るし、いいねいいねいいね、うん、お今思いついちゃった。はいちゃんは思っていた。そうなんだ、ああ、うん、俺だけ、うんうん、でこれスプレーの感じさ、うん、お出た何入れてたの。水、ああ試しに水入れた、うん、じゃあ別に入れたままでいいじゃん、うんうん、スプレーの感じ、うん、やっぱさこういいんだよっていうのはこのアクションが、これちょっとあれだけどできないんだけど、うん、これとはやっぱ違うんだよ。そりゃそうだな、うん、でねこれあの先端を回すと、うん、後でやるけどさ、うん、ストレートになり、うん、こっち回すと霧状になるっていうのがついてます、うん、はい、じゃあまあ試しにちょっといろいろ使ってみますか、うん、はい、はい、
IK フォームプロ2プラスに、水を 1.25 リッター入れて泡仕立てシャンプーを適当に入れました分量分かんないんで適当に入れました、うん、これで、15回、まず手動ポンピングね、15回ポンピングしてどんなもんかやってみますよ、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、あ結構ね硬くなる、ほう、なるわ、よし、じゃあこちらのホイールに吹きかけてみたいと思いますよ、ほら、ああ、なんかブブブブなるね、そうだね、もうちょっとやった方がいいのかな、残念、でもさ、たった15回で9、10、11、12、13、14、15、たった15回でこのぐらい泡立つよ、うん、みんなさ、もっとやってんじゃん、そうなの、もうちょっとやってみか、ブシャってなっても知らないよ、ちょ、これでいいかね、うん、ほら、おちょっと回数多くするとやっぱほら、あの動画っぽくなるよ、うん、ね、かなりなる、かなりなる、すごいね、すごい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 、ああこれ洗わなきゃすごいわ、すごいわ、いいね、これいいね、ちょっとさ、やっぱりもうごめん、あのモビルフォーマーとはやっぱちょっと格が違うかもしれないね、あれもあれも感謝だよ、あれもさ、うん、動画初期の頃はさ、あの、うん、いろいろ話題を作ってくれたからあれも感謝なんだけど、そう、ね、うん、これでグレーのね、あの普通のやつね、うん、グレーのやつで十分だと思うよ、うん、うん、でこれであとさ、あのなんだっけ、イージーディティールとかさ、うん、あれでこうジャカ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 やるでしょ、あとゴリラの手とかでガシャガシャやるんでしょ、うん、うん、ゴリラ、ね、うん、オッケーだね、バッチリだね、じゃあ立て続けに今回これ使ってみようかな、これ電動のコンプレッサー、これをここにつないで加圧して使ってみようかな、じゃあマックス、これまずじゃあ圧抜くね、うん、これね抜いた、うん、うん、そして一応ちょっと危ないからロックしとくか、これを、まあ、自転車のねあれと一緒だからグッと刺して倒すと、うん、でこっちの電源を入れて一応ね設定はね 35PSI 43.5 までいけんだけど、うん、35で止まるように設定した、うん、あ、じゃあ行きますよ、止まるかは分かんない、お、止まるんだよ止まるんだよまあいろいろあるんだけどさ、うん、止まるんですよはい、結構35、結構かかってるよね、じゃあちょっとそっち行こうか、新しいホイールでね、うん、コンプレッサーで35までかけたやつ、うん、はい、行きますよ、ほらなんか勢い違うやん、なんか本当だなんかほら勢い違うよ、ほらピシャーって出る、うん、ああいいね、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 うん、ちなみにね、あ、ごめん、ちなみにですね、うん、あの別の動画見たら、うん、コンプレッサーをつないだまま、うん、電源オンにしちゃって、うん、このまま風にやってる人もいた、なんか危なくない、あでもね、あの全然上がんないから、あのああ噴射してる間はさ圧上がんないから、ああこれこれね、このコンプレッサーだと小さすぎて全然追いつかない、うん、あうん、でもっとでっかいコンプレッサーでやると結構すぐ追いつくから、へえ、うん、まあシコシコね、こう手でポンピングしなくてもそうね、うん、もう常時使えるような状態になるのさ、うんうんうん、これもねなかなか便利、そうだね、うん、でこうやめてるときは勝手にこうね入っていくわけだからさ、うん、うん、ほらね、うん、これ便利、すごいね、うん、これすごいわ、うん、うん、はい、まあこれがマルチフォーム2プロ、うん、プラスの方でした、うん、はい、じゃあちょっとあのスプレイヤーの方ね、うん、あっちもちょっと使ってみましょう、はい、はい、じゃあこちら今度ねマルチ TR1 IK マルチ TR1 要はスプレイヤー、うん、これに普通水だけ入れてきた、この泡ねちょっと流してみようか、そうね、流れねえけどさ、まずストレートからいくか、まずちょっとこうノズルをこう前の方に回して、うん、ストレート、うん、ストレートでもさやっぱ高いだけあって
勢いが、うん、よくね。そうだね、勢いいいよね、うんうん、めっちゃ飛んでくる。でね、このね、握った感じがね、あんまり疲れない。へー、あの一回握っただけでビューっといくから、うん、あの100均のやつ申し訳ないけどさ、一回握ってもさ、そんなにビューって出ないじゃんなんか何回も何回もやんないとさ、いかないけど、うん、これはね、軽く握っただけでね、すごくよく出る、うん、へー、うん、よし、したら次、切りね、うん、ちょっと切りにして、これで切りね、うん、きますよ。ほら、すごくね、切りが細かい。わかるかな。わかんない。わかんないかな。すごくね、この辺やってみた。いや、あの、うん、黒背景でやればいいんだよね。あ、でも反射するから見えないか。見えるかな。ちょっとここら辺にふわってやってみるね。ほら、ほら、すごく切りが細かい。普通にさ、こっち？背景でやってけば。あ、そうか。うん。なんか煙みたい。ね、うん、ストレートはどこまで飛ぶかな。あ、結構だよ。ほら、結構飛ぶね。結構飛ぶよ。下手な水鉄砲で飛ぶよね、うん、これもやっぱいいね。すごいね、うん、すごい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 ね、うん、これはいいわ、はい、今回僕これをですね、3本セットで購入しましたセットで売ってんの。そう、3本セットでね、売ってます。うん、はい、だからってね、1本あたりの単価が安くなるわけではございません。そうなんだ。そうなんだよ、うん、ただ3本の値段だけなんだ。でもなんかほら、鉄粉取りとかさ、水垢除去剤とかさ、うん、3本ぐらい使うかなと思ったんで。そうだね、うん、あのいっぺんに買っちゃいました、うん、はい、よいしょ、なとこかな、うん、うん、まあおすすめだね、やっぱね、うん、これやっぱ値段が高いだけあるし、うん、各 YouTuber さんがさ、あのプロの洗車屋さんみたいな人たちが、うん、みんなこれ使ってんだよね、うん、うん、やっぱまあそれだけの価値はあるかな、うん、うん、まあ、もしあの気になる方いたら、概要欄に Amazon のリンク貼っとくので、うん、見てみてください、はい、はい、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました、はい、じゃあ、はい。